皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の b ーファーストのスケジュールをお知らせします。トピックスは4つです。1つ目が b ーザワン上映映画館の予約開始日時について。2つ目が b ーファースト最新情報をまとめ。3つ目が b ーファーストのスケジュール8月21日から27日分です。4つ目が b ーファーストライブ出演情報のまとめです。 では、まず一つ目なんですが、いよいよ8月25日から映画 b ーザワンが上映開始ということで、そろそろ皆さん映画館の座席の予約が一体いつからできるのかということが気になってくる頃ではないかなと思いまして、今日はざっとではありますけれども、b ーザワンの上映の主な映画館について、予約がいつからできるのかということについて調べてみました。 全国のすべての映画館について調べているわけではありませんので申し訳ありませんけれども、ビーザワンが上映される映画館を全国ざっと見てみたところ、こちらに記載している系列の劇場が多いのかなと思いましたので、そちらをまとめてみました。こちらはそれぞれの公式サイトの Q&A などを見て、座席の予約がいつからできるのかということを調べてまとめたものになります。 ただ、それぞれの劇場によって、会員の方の予約開始日時が違ったりなど、少し複雑なところがありましたので、今回こちらに掲載しているものは、すべて会員ではなく、一般の方が予約する場合の日時を書いています。ここに記載しているより詳しいことをお知りになりたい方は、それぞれの劇場の公式サイトなどをご覧いただければと思います。ざっと読み上げていきます。 109シネマズ上映日3日前の午前0時から。ユナイテッドシネマ上映日2日前の午前0時から。イオンシネマ上映日2日前の午前0時から。ムービックス上映日3日前の21時から。T ジョイ上映日2日前の午前0時から。東宝シネマズ上映日2日前の午前0時から。シネマサンシャイン上映日2日前の午前0時から。 コロナシネマワールド上映日2日前の午前0時からということで、おおよそ上映日の2日から3日前の午前0時から予約できるという会場が多くなっています。私も全然映画に詳しいわけではないんですけれども、それぞれの劇場の公式サイトからご希望の日時のところをクリックしていくと、 座席図が出てきて座席を選んで予約するというような流れになっているところが多いかと思いますのでご自身が行かれたい日の2日前3日前から予約ができるということでご参考になれば幸いです本日の0時から早いところでは舞台挨拶のライブビューイングの予約が開始しましたけれども私が予想していたほどまでには混んでいないようで もちろん、すでに満席になっている劇場もありますけれども、全国的に見渡してみると、まだ予約が取れる会場の方が多くなっておりますので、8月25日、ご都合がつく方は、舞台挨拶のライブビューイングもまだまだお申し込みいただけそうです。はい、では続きまして、b ー s t 最新情報をまとめに行きたいと思います。 こちらはちょっとスケジュールの中に入れ込むことが難しかったものを軽くまとめているものになります。上から一つずつお話ししていきますが、まず一番上、こちらは先ほどもお話ししましたが、ビーザワンの舞台挨拶、ライブビューイングが順次予約受付開始しております。 こちらに関して詳しいお話は昨日動画を投稿しておりますのでそちらを概要欄にリンクを貼っておきますので詳しくお知りになりたい方はそちらからご確認くださいそしてその映画ビーザワンに関しまして現在映画の中で着用していた衣装が2つの映画館で展示されています一つが新宿バルトナインこちらにマナとソータ、リュウヘイの衣装が展示されています もう一つが横浜ブルーク13。こちらにジュノン、レオ、シュント、両貴の衣装が展示されています。どちらも展示期間は9月14日までとなっております。そして現在募集中のものが一つあります。ナック5、毎日ザキヤマ。こちらにまたまたレオがゲスト出演するということが先日発表されました。楽しみですね。 こちらのラジオでのレオへの質問やメッセージが現在募集中です。締め切りがいつまでという記載をちょっと見つけきれなかったので、なるべくお早めにこちら応募していただければと思います。そして9月の雑誌の発売情報を3つお知らせします。いつも雑誌の販売情報は当日のスケジュールのところでお知らせしていたんですけれども、 発売前に完売となってしまうケースもたまにありますので、なるべく早めにお知らせした方がいいかと思いまして、雑誌の発売情報をこちらでお知らせさせていただきます。9月4日が日経エンターテイメント2023年10月号、こちらに表紙と関東インタビュー22ページで BEFIRST が登場します。1年ぶりの掲載ということで、すっごく楽しみですね。そして9月11日、 雑誌、アエラ9月18日号に B ファーストがカラー5ページで掲載される予定です。そして9月15日発売の雑誌、ムジカ10月号。こちらで B ファーストが表紙と関東特集ということです。先週大変話題になりました。メインストリーム。こちらの動画は、鹿野さんが B ファーストにインタビューをする形で進められていますので、 この雑誌ムジカで B ファーストがどんなことを語ってくれているのかっていうのは本当に注目だなと思っていますので私自身もこの雑誌は絶対買おうと思っているんですけれどもきっとものすごい人気になるんではないかと思いますのでこちらのムジカ10月号気になる方はお早めのご予約をお勧めしますはいではここからは今週の B ファーストスケジュールをお届けします8月21日月曜日 15時からチケットの申し込みが始まります。b ー,ーストアリーナツアー2023から2024メインストリーム。こちらのベスティとアーキテクトの会員限定のチケット最速選考が8月21日月曜日の15時からいよいよ開始となります。8月29日火曜日の23時59分までです。 今年のアリーナツアーで一段と進化したビーファーストを見せてくれるのが本当に楽しみです。そして25時4分からテレビ新潟にてビーファースト TV シーズン2が今週から放送開始となります。8月22日火曜日、18時で応募締め切りとなりますのがシュプール公式ツイッタージュノン直筆さん入り写真プレゼントです。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。 そして23時59分でキャンペーン終了となりますのが、ケレンミさんのアダルト、フィートアブチャンフローム女王鉢竜平フロームビーファースト、こちらのプレセーブプレアッドのキャンペーンが終了となります。コラボ証明写真がもらえるキャンペーンです。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。8月23日水曜日、この日はそのケレンミさんのアダルトが リリースとなります。いやー、こちらも本当に楽しみですね。先日もお話ししましたが、どうやらミュージックビデオもあるようですので、ミュージックビデオのリリース情報は現時点ではまだわかりませんけれども、映像でこのアダルトを見ることができるのもすっごく楽しみだなと思っております。そして、このリリースに伴いまして、キャンペーンがスタートします。 アダルトダウンロードキャンペーン9月5日までです。ミュージックビデオ撮影時の撮り下ろし写真プレゼントということです。そして13時からは東京 FM にて山崎れなの誰かに話したかったこと、竜兵がゲスト出演してくれます。8月24日木曜日、ネットフリックスにて ハンマバキ、地上最強の親子喧嘩編。こちらの配信がいよいよスタートします。本当に全世界から大注目されているアニメですので、この配信後に BE:FIRST のサルビア、スカイハイさんのサラセニアが世界からどんな反応をいただけるのか、本当に楽しみで仕方がないです。 そして12時で応募締め切りとなりますのが、プレデビュー2周年記念 YouTube ライブでメンバーがそれぞれ紹介してくれた絵日記があったと思うんですけれども、あちらをライブ配信の中でもベスティの会員限定でプレゼントというようなお話があったかと思いますが、こちらが8月24日木曜日の12時で締め切りとなります。詳細はファンクラブアプリからご確認ください。 8月25日金曜日、いよいよこの日は映画 Be the One が公開されます。いやー楽しみですね。そして公開初日のこの日から入場者プレゼントとしてフォト風カードのプレゼントが始まります。先着順となっておりまして、なくなり次第終了となりますが、期限は8月31日までとなっております。そして映画の公開に伴いまして、 映画ビーザワン公開記念舞台挨拶が新宿のバルトナインで開催されます。こちら先ほどからお伝えしておりますが、全国の劇場でもライブビューイングがあります。そして22時45分頃からは CBC ラジオで b ファーストの b ートークです。春と龍兵両機の出演です。23時まで NHK のラジルラジルにてミュージックライン ソータとリュウヘイがゲスト出演した回の再放送が現在配信されておりますけれども、こちらが配信終了となります。8月26日土曜日、14時から、この日は音楽と髭たち2023に出演です。いやー、サマソニも本当に盛り上がりましたので、音げでもまた素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるんだろうなと、すっごく楽しみです。 そして17時からは JWAVE にて Amazon Music Million b i l l i o n ソータとリョがナビゲーター、レオが今市隆二さんとの対談です。18時からは Amazon Music にて Amazon Music Million b i l l i o n Podcast が配信開始となります。こちらもソータとリョの出演です。そして21時からは TBS 系列にて世界不思議発見が放送されます。 こちらに、両輝がミステリーハンターとして出演です。いやー、これは本当に楽しみですね。TVer で見逃し配信もありますので、リアルタイムでご覧になれない方、もし録画を忘れてしまった方など、TVer でもご覧いただけるということで、覚えていただければと思います。はい。そして8月27日日曜日のスケジュールは、現時点では特にありません。 はい。今週のスケジュールは以上です。最後に b ー s t 出演予定ライブイベントの情報をまとめに行きたいと思います。こちら、オレンジ色でアンダーラインを引いている部分が新しい情報となりますが、11月以降、ずらっとすべてオレンジ色になっております。次のページまで続くんですけれども、もう皆さんご存知の通り、11月1日以降、b ー s t のアリーナツアー、メインストリームが開催されます。 チケットについては先ほどお話ししました通り8月21日月曜日の15時から8月29日火曜日の23時59分までファンクラブベスティの会員の方 B タウンのアーキテクト会員の方限定で最速選考が始まります日時や会場については以前ご紹介しておりますので一つ一つ読み上げたりはしませんので必要な方はご覧になってください そしてこの中に紛れるようにもう一つ新しい情報が入っております。下から3番目なんですが、11月22日水曜日、MTVVMAJ2023。こちらに今年もビーファーストがライブアクトとして出演するということが発表されております。会場はなんと K アリーナ横浜ということで、先日お話ししたんですが、9月に新しくオープンする会場となっておりますので、 この K アリーナ横浜で b ー s t のパフォーマンスを一番初めに見ることができるのがこの MTVVMAJ になりそうですね。メインストリームツアーでも2月に K アリーナ横浜での開催が予定されております。この MTVVMAJ2023 のチケットに関しましては9月3日までオフィシャル最速選考受付中です。 はい。2ページ目に行きますが、こちらはすべてアリーナツアーメインストリームの日時と場所をずらっと掲載しています。こうやって見てみるとものすごい数の公演数がありますね。また今年も全国のベスティーの皆さんが B ファーストに会える時期が近づいてくるんだなと思うと私も本当に嬉しいです。まずは皆さんと一緒に私もチケットに当選できるように頑張ろうと思います。 はい。ということで、今週は本当に様々バラエティーに富んだスケジュールとなっております。龍平のアダルトのリリースもしっかり、ハンマーバキの配信もスタートします。そして何と言っても映画ビーザワンの公開もありますし、音髭への出演や世界不思議発見にリョウキが出演など、今週も本当に多方面で b ー s t が活躍してくれますので、 また私も皆さんと一緒に楽しんでいきたいなというふうに思っております。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。